教育環境が整っていること、さまざまな経験が大切にであるという声が多かったです。環境が良くなければ気持ちよく生活することができないと考え、環境の中でもゴミ問題について活動してきました。現在竹が増えてしまっていることで、大雨が降ると土砂崩れを起こし被害が出て環境問題につながったりしています。この場所は誰もが手を取り合い救い合い場所にしたいと思っています。例えば私たちにとって身近な地域の商業施設などの中にあれば、子どもたちにとって行きやすいので、より多くの人たちと交流できるようになると思います。今時代は大きく変わってきていますね。そしてその変わっていく時代を担っていくのが皆さんです。どうぞこの日本を、そしてそれぞれの地域を元気にしていくためにも、自分たちの主体なんだという思いをですね、しっかりと持っていただいて、そして街をリードしていってください。